1996年の英国ツーリングカー選手権で1996年ボックスホールキャバリエをドライブするリチャードリチャード K はイギリスのレーシングドライバーヨークシャーハロゲート出身兄のジェームズ K もレーシングドライバーとして活躍したモータースポーツに深く関わっている家族の出身で兄ジェームズのほか、彼らの父ピーターはエンジニアを呼び チームプリンシパルとして参加していた。彼は現在、レーシングインストラクターとチームマネージャーとして従事。17歳で、レース活動を開始し、ロードラリーで活躍、ステージラリーレースの道に進んだ。1988年にサーキットレースに切り替え、セントヘレンズフォード XR3i チャレンジで、準優勝。彼は1989年に、最初のタイトル、 セントヘレンズフォード XR にアイチャンピオンを獲得。それ以来は時折レースを行っただけであったが、1993年にフォードフィエスタ XR にチャレンジでレース参戦、4位でフィニッシュ。彼は1994年に7回のレースでの優勝を含めシリーズの準優勝を遂げた。1995年より兄リチャードも参戦していた。 イギリスツーリングカー選手権にでステップアップ参戦した。家族経営のインディペンデントチームミントモータースポーツチームから参戦し、マシンも旧型のフォードモンデオだったが、5位に入ったレースもあり、インディペンデント総合タイトル2位に入ったがこれはプライベート組チャンピオンのマットニールにわずか5ポイント差である。翌年も引き続き参戦。チームは元所属していたレーマルロックに切り替え、 ボックスホールキャバリエをドライブした。K はこの年も独立カップで総合ポイントで上回ったにもかかわらず、リーブルックスに次ぐインディペンデント2位。彼は1997年のシーズン以降は BTCC に参戦しなかったが、ロシアツーリングカー選手権などに参戦。その後は代わりにチームダイナミクスのチームマネージャーに移り、レーシングチームのマネージャーやインストラクターとして、 現在も活躍している。ありがとうございます。